大変寒い中、僕たちあの風化村の第1回ライブに、来ていただいて本当にありがとうございます。僕たちはあの去年の7月頃にですね、2人で、まあ、結成したというか、まあ、やってみようかということで始めたので、まだ半年ぐらいしか経ってないんですね。だからで僕もギター始めて2年ぐらいだし、でまあ、彼女はいろいろあのキーボードとかサックスとかいろいろあのギターも習ってたんですけども、まだまだ僕たちはですね、本当にど素人の手の入ったようなまあ、グループなんですから、今日はいっぱいポチると思います。音は外すし、多分楽譜も間違えるのもわからんですけども、まあそういうのは多めに見ていただいてですね、サインまで聞いてほしいと思います。だいたい今日やるのはほとんどカバー曲なので、皆さん知ってる歌ばっかだと思います。だからあの知ってる歌は一緒に歌ってもらって全然大丈夫です。あの手拍子してもらったりですね、やってもらっていいですから、よろしくお願いします。で今日はこのアルマジロさんはですね、お休みの日なんですね。今日定休日なんですけども、そこはあのママにお願いして、あの僕たちのために開いてもらいました。で入場料はいただいてないんですけども、皆さん食べたのはちゃんと払ってくださいね。どんどん注文してもらって結構ですから、今あのオープニングでですね、イットという中島みゆきの曲をやりましたけども、まあすごくあの人気のある曲でですね、2015年のカラオケランキングは3位ということで、皆さんもカラオケでですね多分歌ったことあると思いますが、あのすごくいい歌なので、オープニングでやらせてもらいました。あの今日だいたい15曲ぐらいやる予定なんですけども、命が続くかどうかちょっと心配で、途中で倒れたら、救急車よろしくお願いします。では次はですね、野に咲く花のようにという、まあ、これも皆さん知ってる曲だと思いますが、フジテレビの1980年代ぐらいのですね、裸の大将放浪記というのの主題歌ですね。まあ年取った人はみんな知ってると思いますけども、ダカーボというあの2人組が歌った歌ですね。これをやってみたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと
今日楽曲がですね、大体1970年、80年代の頃の楽曲がすごく多いですね。で、大体僕はほとんど選んでるんですけども、僕はもう来月で70歳になります。で、彼女が27です。ものすごい年の差40いくつということで、楽曲はですね、大変で、彼女全然知らない歌も多いんですけども、僕はこれやりたいっていうとですね、ちゃんと覚えてくれるんですね。すごく素直でいい子です。ありがとうございます。お母さんが育て方が良かったんだね。バズバズバズなの。僕にはすごく優しいです。ということで、次はですね、ホームにてという曲なんですが、中島みゆきのこれも歌なんですけど、あんまり皆さん知らないかな、ホームにて。知ってる？だいたい中島みゆきの、人気ランキングでは10番目ぐらい曲なんですけども、僕がものすごくこの歌が好きでですね、詩がすごく優しいものだからすごく好きで、まあ彼女に知らなかったよね、知らなかったですね、覚えてもらって、なんとかやれると思いますので、ちょっとやってみます。ちょっと待ってください。
チューニング中なので私が代わりに喋ります。次の曲が、タッチ、多分皆さん知ってるかなと思うんですけど、アニメタッチの主題歌ですね。太田純さんの曲です。Thank you.
ボートを外したもんね叩かない感じとか。僕たちのやってる実際に1970年代、80年代、8月が多いんですが、最も新しい歌だと思いますが、明日への扉という、何だったっけ、フジテレビの愛のりっていう番組の主題歌らしいんですけども、これは僕は全く知りませんでした、この歌は。彼女も知ってるんですね。で、これをやろうかということになったんですけども、結構歌うにはハードルが高いもんで、僕は全く歌いません。もっぱら彼女に歌ってもらって、伴奏をします。はい、次は私が緊張する番ですね君は歌が上手いから大丈夫です。ありがとうございます。お互いにこう助け合いながらね、こんなん大事なんです。
ました。さっきも僕がギター始めて2年ぐらいって言ったんですけども、僕が行ってるギター教室がアズールギター教室っていうのなんですけども、そこの先生がこの人がブータイズの先生です。彼女も先生が一緒だったんでね、ということで、まあこういうふうに知り合ってですね、彼女がぜひ僕とやりたいと。いや、逆じゃないですか、逆だったよ、逆だったよ、逆だったよ。今はすごく仲がいいです。あ、変な関係ないですよ、全然変な関係ないけど、仲はいいです。ということで、まあ、僕が、まあ、行って2年ってさっき言ったんですけども、この人がねすごく悪い先生でね、僕が入って3ヶ月の時にね、もうここでライブ出ようってわけですよ。で、俺絶対ダメだって言ったんだけどね、みんな下手だからいいよとか言ってね、で無理やり出されたのがこういうとこで歌うようになった、まあ、きっかけみたいなのです。ということで、もうずっとやめるって言うとめちゃめちゃ怒られるんだから、まだやめないですけども、ということで今度の歌はですね、これはもう皆さん知ってると思いますけど、いい日旅立ちというですね、山口百恵が歌った曲ですかね。これは1978年に発売された曲で、当時は JR じゃなくて日本国有鉄道、要は国鉄って言ってた時の時代のですね、旅行誘致キャンペーンに使われた歌だということで、テレビやなんかでバンバン流れてヒットしたんですね、いう曲ですから、まあ、皆さんもよくご存知だと思います。準備ができた。すごい人なんですよ、この人は。実はこんなとこ座ってるけど、ゴルフとテニスは全日本クラスですよ、シニア選手権で。他に悪いこといっぱいしてますけどね。いっぱいした。僕のすごい長い友達です。で、今回これをやろうと思った時に、やっぱドラムをパッと浮かんだんですね、この人の顔が。で、即メールして、だからこの人は家鎌倉なんですよ。だから2回しか練習してない。2回しか練習してないんだけど、まあ、まあ、彼前もだからこうやって合わせてくれるんですけども、いうことで早川さんって言いますけど、気づけ、身近な気づけ。
雪がたくさん降ってですね、2日ぐらいずれとったらえらいことになったなと思ってね。せっかくおらしてきたのに雪で中止になるなんてね、と心配したんですけども、なんとかこういうふうにできるようになってですね、すごく喜んでます。昔より降らなくなりましたね、名古屋も。昔はもう30センチとか40センチ平気でね降ってて、僕なんか若い時に日銀のところに会社があったんですけども、名古屋駅から日銀のところって桜通りのど真ん中を歩いてきた覚えありますよね。一台も車は走ってない、降ったまんまずっとね。しもちゃん知っとるやろ、俺とあまり変わらんくせに。彼は僕と同じ会社だったもんで、後輩なんですけども、奥さんもよく知ってます。関係ないですけど。怪しい。そんなこともあって、次はですね、次また中島みゆきの歌でですね、モギの歌という、皆さん知ってると思いますけど、同じく中島みゆきさんの時代という曲、2曲続けて演奏します。お願いします。懐かしい人々、懐かしい風景、その全て
Thank you.
これで前半戦あ、終わりですか。早いですね。あっという間ですね。うん、あっという間。ここでちょっと10分ぐらい休憩させてもらって喉カレカレで心臓バクバクで、それ危ないですね。10分後にまた後半戦です。